今回は、50本目の動画撮影ということで知り合いの方を登場させたいと思います。こちらの方です。どうぞ。はい、どうも、どうも、改めまして皆さんこんにちは、マッツーと申します。今日やることなんですけれども、天気がいいですし、もちろんこの動画、撮影させていただいているのは緊急事態宣言、明けた後です。なので、皆さん、温かい目で見ていただければというふうに思います。まず今日やることなんですけども、野球場に来ましたので、野球の試合を本当にやりたかったんですけれども、ちょっと人数が集まらなかった関係で今日は僕一人で野球モノマネの方をさせていただきたいというふうに思います。でですね、まず、今からですね、5問、5つのお題を出します。その5つの選手を誰なのか、当ててもらいたいなというふうに思いますし、しかも、5つも全て巨人の選手なんでね、誰か当てていただけると幸いかなというふうに思います。まずそれでは1人目、やっていきたいと思います。今のでお分かりいただけましたか？ヒントはですね、西武巨人にいました。で、現役通算ホームランが525本です。右バッターで、広角にもホームランが打てるバッター。もう一回いきますよ。今のでお分かりいただけましたか？清原選手ですね。清原選手ですね。非常に清原選手っていうのですね、自分自身でも500本以上ホームラン打てると思ってなかったみたいですね。その清原選手525本ですから、本当に、素晴らしいことだというふうに思います。それでは2人目いきますね。お分かりいただけました？今の選手は、今はないんですけども、近鉄っていう球団ありまして、でその後に巨人行きました。でその後にオリックスバファローズという球団に行きました。もちろん外国人選手です。答えはタフィーローズ選手です。ローズ選手もですね、非常に長打力がありまして、今息子さんもですね、野球をやっているのではないかなというふうに思っております。それでは3人目行かせていただきます。3人目はですね、ピッチャーになりますね。お分かりいただけましたでしょうか？この腕を回すっていうのが結構ね、特徴的だと思いますし、ロッテ、そして、巨人、そして、ヤクルトにもいましたね。西武にも昔在籍していました。シコースキー投手です。ブライアン・シコースキー投手、非常にですね、150キロを超えるまっすぐで、三振を結構取ってたんですが、なんかものすごくいいところでね、抑えていたという記憶があります。それでは、4人目ですね。4人目行かせていただきたいというふうに、思っております。4人目はね、バッターになりますね。4人目はですね、この選手です。でヒントがですね、この選手ですね。この選手っていうのは、アレックス・ラミレス選手、今の DeNA の監督ですね。非常にラミレス選手はですね、日本の国籍を取りまして日本人扱いということになったんですが、非常に日本をこよなく愛してます。本当にですね、今年の DeNA にはですね、頑張ってほしいなという思いでいっぱいです。5人目なんですけども、5人目は、今
結構北海道にゆかりのある選手かなというふうに思います。もちろん現役ではないです。非常に、バットの構えで見ていただいたら分かると思います。それではちょっとご覧ください。お分かりいただけましたか。多分このバットの構えですぐ分かると思います。答えは小笠原道博選手です。現在ですね、日本ハムの、ヘッドコーチということで、栗山監督の下でですね、栗山監督を支えるというポジションにいるわけですが、僕自身非常に日本ハムの大ファンでしてですね、今年こそ、4年ぶりのリーグ優勝、そして、日本一ということで、頑張って僕自身も応援していきたいと思います。それではですね、5本、紹介終わりましたんで、今日はこの辺にさせていただきたいと思いますが、何回かですね、僕この動画に登場させていただくことあると思います。ぜひですね、温かい目で見ていただければというふうに思っております。ではまたどっかでお会いしましょう。